アメリカ合衆国フロリダ州中東部に位置する都市、同州大西洋岸に連なるビーチリゾートの一つで観光を主産業をする町である。特にスプリングブレイク期間中はココアビーチの町には全米から学生や家族連れが多く訪れる。またケネディ宇宙センターにもほど近くマーキュリー計画の時代から現在に至るまで多くの 観光客がこのビーチから打ち上げを見守ってきた。一方、この街の常住者にはリタイアした高齢者が多い。人口は12,482人。ココアビーチは、北緯28度19分52秒整形80度36分47秒。北緯2 8 3 3一1 1度整形80.61306度。 28.33111-80.61306に位置している。フロリダ州の多くの都市同様、ココアビーチの気候は温暖な冬と蒸し暑い夏に特徴付けられる。欠片の気候区分では、シエフェに属するが、実際は熱帯に近い、いわゆるアネッタイと呼ばれる気候である。アメリカが州国統計局によると、ココアビーチ市は総面積39.0。 キロ平方メートルである。そのうち 12.7K 平方メートルが陸地で26.3キロ平方メートルが水域である。総面積の67.49%が水域となっている。ココアビーチの町の中心部をフロリダ州道 A1A A 号線が貫いている。A1A A 号線は大西洋岸のビーチリゾートを結びながら州の東海岸を南北に貫く道路である。 町は大西洋上に浮かぶサスの上に形成されており、本土とはメリットアイランドコーズウェイという橋でつながっている。本土側にはココア市の市街地が形成されている。また、本土側には週間高速道路 I-95 が南北に走っている。カーレースで知られるベートナビーチは北北西約 130km に位置し、所要約1時間半である。また、 ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾートやユニバーサル、オーランド・リゾートなど数多くのテーマパーク群で知られる。オーランドは西約 95km に位置し、所要約1時間である。オーランドに位置するオーランド国際空港は、ココアビーチやデートナビーチを含むフロリダ州中央部の玄関口となる空港である。空港の規模は大きく、全米のみならず、南米やヨーロッパ各国からも航空機の便が、 発着している。以下は2000年の国勢調査における人口統計データである。基礎データ人、種別人口構生年齢別人高校生世帯と家族、体世帯数収入と家計。ありがとうございます。